ヘンリー・ブラック、ウィリアム・ヘンリー・ブラック、ウィリアム・ヘンリー・ブラグ、1862年7月2日から1942年3月12日は、イギリスの物理学者。1915年に、X 線による結晶構造解析に関する研究により、息子のウィリアム、ローレンス・ブラックと共に、ノーベル物理学賞を受賞した。1862年、 カンバーランドのウィグトン近郊のウェストワードで生まれる。父は、商船幹部船員で、農場も経営しており、母は、牧師の娘である。ブラックが7歳の時母が亡くなり、レスターシャーのマーケットハーバラに住むおじに育てられる、ことになった。満島のキング・ウィリアムズ大学で学び、奨学金を獲得して、ケンブリッジ大学トリニティカレッジへ進学。 特に数学で優秀な成績を収めた。1885年23歳の時、アデレード大学の数学と実験物理学の教授という職を提供され、1886年初め頃から働き始めた。数学者としては優秀だったが、この頃のブラックには物理学の知識はあまりなく応用数学との関連で得た知識ぐらいしかなかった。アデレードで 物理学を受講する者は百人ほどしかおらず、理学部に所属する学生はそのうちの一握りだった。ブラックは教育設備の不足を補うため、自ら器具製作者に弟子入りした。ブラックは講師としても優秀だった。彼は学生の自治会結成を促進し、科学系の講師にも無料で彼の講義を受けさせた。ブラックは物理学にも興味を持つようになり、 特に電磁気学の分野に興味を持っていった。1895年、ニュージーランドからケンブリッジに向かう、途中のアーネスト・ラザフォードが、ブラグを訪問している。その後、ラザフォードとは、生涯の親友となった。彼の経歴の転換点となったのは、1904年に、ニュージーランドのダニーデンに、本部のある、オーストラレーシア科学振興協、元のセクション A の代表に選ばれたことで、 期待のイオン化についての理論を発展させたことが評価されてのことだった。その後3年間でさらに研究成果を上げ、ロンドンの王立協会のフェローに選ばれることになった。その論文はブラックの最初の著書スタディーズ・イン・レイディ・アクティバティの元になっている。1904年、ブラックは実験用のシューカラジウムを入手し、1904年12月のフィロソフィカルマガジン誌に ラジウムの放射線に関する論文を発表した。また、同年、学生のリチャード・クリーマンと連名で、オンザ・イオニザ・チオン・カーブス・オブ・ラジウム、ラジウムのイオン化曲線についてという論文も発表している。1908年末、ブラックはイングランドに帰国した。オーストラリアでの23年間で、アデレード大学の学生数はほぼ4倍に増えており、ブラックは、 理学部の発展に大いに貢献した。アベレードではテニスとゴルフを趣味とし、ノースアベレード地区の最初の入職者の一人でもあった。また、大学のラクロス部の創設に関わり、南オーストラリア州にラクロスを紹介する役目を担った。また、水彩画家だった妻となる女性と出会い、1889年に結婚。 長男のウィリアム・ローレンスは1890年にアデレードで生まれた。他に女児一人と男児一人を設けている。ローレンス・ブラックの弟ロバートは後にガリポリの戦いで戦死した。1909年、リーズ大学で物理学の教授に就任。ここでも X 線に関する研究を続け、成果を収めている。X 線分光器を発明し、 1913年に、ケンブリッジ大学の学生だった息子の、ウィリアム・ロレンス・ブラックと共に結晶感覚と、X 線の解説の関係を定式化した、ブラックの法則を見出した。ブラックの式は、結晶構造の X 線解析の基本となるもので、ある。1914年以降、ブラック親子は、戦争に関わる仕事をするようになった。 父ヘンリーは潜水艦探知技術の開発に関わり、1918年には海軍省コンサルタントとしてロンドンに戻った。1915年、X 線による結晶構造解析に関する研究により息子と共にノーベル物理学賞を受賞した。1915年、ブラックは ユニバーシティカレッジロンドンの物理学の教授となったが、実際に就任したのは第一次世界大戦終了後である。ここでも結晶の解析を続けている。1923年、英国王立科学研究所の科学の教授となり、同研究所のデイビー、ファラデイリサーチラボラトリーの所長となった。1929年から30年にかけて、同研究所の改革に乗り出し、 研究所から価値ある論文を多数生み出すことに貢献した。1929年にはブラックの妻が亡くなり、本人は1942年ロンドンで亡くなった。ブラックは1907年に王立協会フェローとなり、1920年には副会長となった。1935年から1940年まで会長を務めた。 万島のキング・ウィリアムズ大学には、ブラックの名を冠した行動がある。1962年には、ヘンリー・ブラック生誕100周年を記念して、アデレード大学に、ブラック研究所が創設された。1992年から、オーストラリア物理学会が、ブラグ・ゴールドメダルを設け、オーストラリアの大学の学生の、最も優れた、学位論文を表彰している。授与される。 メダルの両面にヘンリーとローレンスの肖像が刻まれている。1917年、大英帝国勲章のコマンダー。1920年には、ナイトコマンダーを授与された。1931年には、メリット勲章を授与されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。